ラショナルは加熱調理を中心とする業務用厨房システムの開発・販売を行う多国籍企業。ドイツバイエルン州ランツベルクアムレヒに本拠を置き、世界20カ国以上に販売拠点を持つ。日本法人は株式会社ラショナルジャパン。フランクフルト証券取引所上場企業。1973年、熱風調理器具の開発を行う企業として、 ジークフリートマイスターを中心とする約25名のスタッフで創業1976年にスチームコンベクションオーブンの開発に着手し1991年にイギリスに1993年にはアメリカ合衆国に拠点を開設した1992年に販売パートナーの関係にあったフランスのフリマを買収し子会社か2000年に 株式上場企業となった。2004年に看板シリーズの一つであるセルフクーッキングセンターを開発2005年に子会社のフリマがバリオクーッキングセンターを開発2006年シェフのための集中トレーニングシステムであるアカデミーラショナルを導入した。2019年フリマブランドで販売されていたバリオクーッキングセンターに関してラショナルのブランドに統一された。 開発、製造拠点はドイツ及びフランスにある。現在地域別の売上はヨーロッパが6割弱、北米が2割弱、アジアが14%となっている。日本法人、株式会社ラショナルジャパンは1992年に設立され、現在は東京にオフィスを持つ。 ラショナルのコンビスチーマーを初めて日本に導入して以来、日本国内の線を超えるレストランやホテル、社員食堂や給食センターなどを対象に、スチームコンベクションオーブンを中心とする製品の販売を行っている。2019年からバリオクーッキングセンターの自社販売を開始した。フジマックはドイツ本社から商標ごと OEM 供給を受け、同社ブランドで製品を販売している。 このほか、ナスコ株式会社がラショナル製品の輸入販売を行っている。ありがとうございます。